かなり緊張ですけども、よろしくお願いします。はい。全然絵心がないので、ちょっと今日は頑張れるかってとこなんですけども。逆に僕の方はやっぱ本当に絵を描くことしかできないので、どんだけ天月さんの方にいい感じに教えられるか。よろしくお願いします。頑張ります。はい。こちらこそ、じゃあどうしましょうか。なんか僕の作品をお見せした方が。ああ、ぜひ。すごい独特だ。はい。でもちょっとこれ分かるかもしれないですよ。はい、YOASOBIのお二人ですか。ありがとうございます。おお。すごいなんか特徴がやっぱあるですね。これはちょっと分かりづらいかな。同じミュージシャンなんですけど。ドラムのYOSHIKIさん。あれ？あ、そうです。合ってた。よかった。いやでもすごいな、あれだけでやっぱ分かるように描けるんだもんな。こんな感じの作品を描かせていただいて。なるほど、はい、うわーすごいなー。こちらこそよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、授業の方スタートしていきたいと思います。はい、天月さんのモデルさんのお顔を、はい、スタート表の方からまず選んでいただきたいと思うんですけども、はい、はい、天月さんの中でそのモデルさんって実際この中だとどれに当てはまりそうですかね。まず丸顔か四角顔で結構イメージが変わってくるんですけど、はい、どちらのイメージが強い感じですか。まあ、丸顔かなと。はい、じゃあこちらの方、下のオレンジ色の方になるかと思います。はい、でそのモデルさんちなみにどこに当てはまりそうでしょうか。そうですね、多分、はい、左下、そうですね、の上段から2番目とか真ん中あたりかなというのは、かその1個上ぐらいかなと。ここぐらい。はい、このあたりちょっと目が近くて、鼻と口と目の距離が近いって感覚で出したりしていきましょう。はい、はい、これで次に、今度はそのモデルさんのパーツを、言葉にして表現してみてもらいたいと思います。はい、はい、そうですね、二重で、はい、なんですかね、目はちょっと切れ長、細長、なんだ、切れ長な感じで、はい、顔の形的には多分ちょっと重長な感じかなというのは。じゃあ、それをまず言葉で書いといてみましょう。はい、はい、じゃあ、これが書いた上で今度は進んでいきたいと思うんですけど、はい、今、ざっくり先ほどの、チャート表、顔のチャート表があったかと思うんですけど、はい、ここまでいくとまだざっくり似顔絵には結構程よく遠かったりすると思うんですけど、こう小鼻によって顔って測ることができるっていう授業を僕の方はさせていただいてます。こう鼻のこの下に手を当てていただいて、はい、そのまま横にこうスライドしていただくと、目の下がつけていかないですか。はい、はい、目の目尻をそのまま横にスライドしていただくと、はい、目の上にいかないですか。はい、はい、こういう感じで、顔って測って描くことが実際できます。なるほど、こうここです。はい、小鼻を下げてみると口が大きいかちっちゃいかが実際わかるかと思うんですよ。はいはいはい、ペンでやってみましょう。はい、よりちょっと口が同じぐらい。ああ、なるほどなるほど。ああ、はい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 、上に当ててみるとちょっと目が中側に入ってますよね。なんで僕はどちらかっていうと目がすごい寄ってるっていう。はいはいはい、それプラス鼻がちょっと大きいんで、ほう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 、はいはいはい、でこれをちょっと描いてみるってことですか。はい、今まずその、線でもしくは描けるようだったらこう描いてみましょう。ほうほうほう、目の位置っていうのはどのあたりに来そうな感じですか。目の位置、はい、丸の中の3分の1ぐらい、 3つに切った3分の1ぐらいのところが目線に来るとちょうどいいかと。はい、それくらいで目の位置を作って上で、中心線を描いていただけると作りやすいんじゃないかなと思います。このぐらい、はい、大体大丈夫ですか。はい、じゃあ先ほどなんか言葉でいろいろおっしゃってた言葉を足しながらパーツを少しずつ足していってもらいたいと思うんですけど、はい、目から描くのはいいんですかね。順番的には、はい、鼻、口、目、鼻か。鼻は結構、はい、多分筋がしっ
かりしてる感じが。筋を描いていってみましょう。はい。うわー難しい。口か。口ですね。口はどんなお口をされてますか。口はちょっとこう、なんですかね。っぽい。下がり気味というか。このへの字でこう書かれたときに、はい。このままだけだとやっぱりすごいへの字に見えちゃうので、はい。もう少し、もうちょっと、山の方を少しもう一つつけてあげてくれると可愛くなる。あーちょっと今もこんな感じなんですよ。あいいと思います、いいと思います。はい十分です十分です。全然ガムなくないと思いますよ、ね、いやじゃあ、はい、目の形ですね。はいちょっと切れ長であれば、はい、目の形ってどうしても結構皆さん悩まれるんですけど、はい、こういう感じ、うん、これを下をこうにしてあげたりすると通常の目に見えてくるんですよ。はいはいはい。で、まつげがちょん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 。ああ、なるほど。うわ。ちょっと細くしてあげると、ちょっとより切れ長に見えてきますし、こういう感じで結構目ってかなり印象変わってきますよね。確かに。はい、細い方だと、もうこの下の方で全然大丈夫だと思うんですけど、あとは角度の問題だと思います。じゃあ今度は眉毛ですね、続いて。眉毛ちなみに、結構濃いと思う。まあちょっと前髪は下ろしてあるんですけど、うんうんうん、じゃあ眉毛ちょっと濃いめで、はい、まあ、眉毛との距離感大体ざっくりこんな感じ。あそうですそうです、はい、素晴らしい。意外となんか描いてると僕はなってくるもんなんですね。そうなんですよ、ちゃんと最後にさらに髪の毛を入れるとより人っぽくなってくるんで、はい、びっくりしていただけると思います。こんな感じでちょっと前、はい、こんな感じで眉毛にかかりながらちょっと前髪を作っていってみましょう。はい、大詰めですね。今の時点でモデルさん似ているようにどんどんできていればいいと思うので、ちょっとなんか、はい、思ったよりはちょっと似てんのかな、どうだろう。素晴らしいです。これ僕は今この時点だけでも似てると感じてもらえてる時点で十分だと思います。どうですか、松木さん、ちょっとずつ今楽しくなってきました。そうですね、なんかちょっと楽しさはめちゃめちゃあるっす。あ、よかったです。はい。でもやっぱもう自分のなんかこうやっぱ頭の中にあるものとかをこううまく引き出せないなんか難しさみたいな、モヤモヤみたいなのは、はい、なんかちょっとざっくりと。じゃあ完成。はい、はい、一応じゃあ。うわ、すごいです、すごいです。完成で、はい、いいですか。はい、あ、ちょっとわかりました。もしかしたら僕が思ってるのと。本当ですか。はい、はい。すごいです、多分。絵心はもう全くですね。あ、本当ですか。はい。十分描けてると思いますよ。本当か。よかった。はい。ね、ちょっと視聴者の皆さんも、これが誰かわかりますか。僕の拙い絵でございますが。先生もなんかちょっと思い浮かぶ人物がいるということで。はい、僕なので合ってると思うんですけど、僕が見てる限りだとこれはもうご本人の自画像かなと思います。おそうなんです、ちょっと僕は自分を描いてみました。目の感じですとか鼻の中とかすごいちゃんとバランスも整ってて、はい、すごいできてると思います。わあやった、はい、思ったより絵心はあった説。ちゃんと描けてますね。ぜひこれはだから手に入れとかしてもらって、はい、どなたかとかにプレゼントするわけで私が出てくると思うんで、ちょっと勉強してみたくなりましたね。あ、いい機会いただきました、本当にありがとうございます。なんか似顔やってみてどうだったでしょうか。こうなんかちょっと質問とかもあれば、はい、いやなんか改めてこうやって書いてみたからこそなんかその書いてもらいたいなと思いましたね。なんかこういう風に自分で書いてみたんだけどどうなのかなっていうのとかはあったので、はい、はい、意外と似顔って本当にクイックにかけて、はい、本当にこう低価格のアートだと思って書いてるので、はい、なんか手軽に書けるんですよね。簡単にちょっとプレゼントしようと思っても、はい、結構青木さんがこの今のノリで書いてどなたに書いてみようみたいな感じだけど、うんうん、絶対こう簡単に書けるしすごく喜んでいただけるもの、はい、絶対その時の技術って一生もう訪れない。淡月さんが今日描いたのは絶対今の最高傑作になる。はいはいはい、素敵。毎回楽しんでいただけると思う。わあ、あとは
できる限りこうどなたかにプレゼントしていくとより上手くなっていく。なるほどなるほど。プレゼント企画とかをご用意してもらありがとうございます。こちらこそはい、楽しかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ます。はい、というわけでね、今回ちょっとね、絵心がないと散々歌われていた松木くんですが、ちょっと自分でね、初めて自分の顔を描くというのをね、似顔を描くというのをやってみました。皆さんから見てどうだったでしょうか。大丈夫、お前こんなになんかこんな顔じゃねえよみたいなのもあるかな。まあね、ちょっと皆さんも普段ね、絵描いてくださる方もすごく多いですし、ちょっと楽しんでいただけたなら何よりです。はい、というわけでですね、 HIS では街歩き、サファリ体験、占い、料理体験など、日本を含め、世界中のオンライン体験をすることができます。今回もすごく楽しかったです。皆さんもぜひ経験してみてください。ありがとうございます。おますきでした。